多分やけど城下町みたいなはず。昔はここに殿様がおったんですね。そうそう、あの上からさ、ね、見てたんやで、あの民よって。そう、民よ、ほんまに今日もやっとるなみたいな。はい、ということで、美智子さん、はい、今日はどこに来てるか分かりますか？ちょっとこの白いお城といえば、そう、姫路城です。この姫路城の近く の和菓子屋さん、があって、そこで、まあ、酒井隆之の包丁を、まあ、ずっと使ってもらってて、で、まあ、そこの職人さんにインタビューしたりとか、実際に使われてる包丁、現場を取材させてもらえるということで、今日はちょっと姫路の方に来ました。楽しみですね。うん、じゃあ行きましょうか。ぜひ、はい、じゃあ行こう。ゴー。ゴー。ラジラジ。こんにちは。お久しぶりです。ほら、後ろからなんか降りてきたらなんか。いや、今日めっちゃ塗り込んできました。そんな大した何代目でもないんですけど、あのおじいちゃんの代から始めて、で父で私と今家族でほとんど経営しているようなもので、まあ、従業員さんも、まあ、父の世代とおじいちゃんの世代から続いているも、おじいちゃんもそうなんですけど、はい、ということで、姫路城の麓に佇む昭和39年創業の村井製菓株式会社さん、お邪魔させていただきました。創業当初から引き継がれてきた看板商品のどら焼き、おきくみかさをはじめですね、このキラキラした食べる宝石とも呼ばれているそうなんですけれども、琥珀糖という商品、楽天ランキング1位に入賞しているそうで、本当にあの上品な甘さで美味しかったですね。で、こちらが、フラペチーノとどら焼きをコラボさせた、その名もドラペチーノ。姫路城をバックに、ドラペチーノを掲げて写真を撮るのが定番だそうで、皆さんもぜひ訪れた際はやってみてください。今回はですね、村井さほりさんが案内してくれたんですけれども、本当に気さくな方で笑顔の素敵な和菓子職人さんでしたね。はい、それでは村井製菓株式会社さん潜入していきましょう。これですよ、熊田さん、この包丁見て。何点選手かもう分かれへん。これほら、もともとは、だからこの幅、もともとこの幅で、これが結構濃いで、この刻印見たら古さ分かるんですけど、うん、この、まあ、登録入ってるっていうのは古いんですけど、うん、この字体もね、うん、年代によって刻印変わるんですよ。昭和していくから、これとほら、うんうんうん、刻印違うじゃないですか、うん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 、これは古いですね、この刻印。そうなんや、僕も見たことない刻印。そうなんや。でこれ内刃って言って、真ん中に鋼挟んでるの、鉄で真ん中に鋼割り込み、そうと鉄を割って真ん中に鋼入れて薄く伸ばしていくの、うん、昔酒井隆之のこの包丁を作ってた職人さん、鍛冶屋の職人さんがいたんやけど、あの技術はね、本当すごいの、本当に。使いやすいのは、もう意外にこの一番古いこれが取り合いになるんですよ。どれが使いやすいですか？ほら、でもほら取り合いになるんですね。スピードもみんなそれぞれ違うんですけど、男の人やからって速いってわけでもなくて、20年以上プレイヤーなんです。で10年ですけど、やっぱ早いです、女性でも。これはちょっとこのこうなってるじゃないですか、カーブが。ってなると、切るときにこうよりもこう入れた方が、刃の形で合わせて、合わせてやらんと、うん、変えます。これ
やっぱりその例えば牛刀とか、うん、普通 の, あの、まあ、肉切るような、うんうんうん、ああいうのではやっぱり切りづらくていう形、うん、特殊なこう和菓子の油みたいなのを包丁に塗ってるんですけど、つかへんように。でその油を塗る面がやっぱり普通のやつだとちょっと少ないじゃないですか。ああ、そうか、うん、なるほど。1本で42取りましょうねっていうのが出てできてて、だいたい1センチ弱ぐらいですかね。ぐらいよね、これ見てたら、うん、これはもう完璧よね。そう、ピシッと、太りそう働いてた。ちょっと切ってみません。あ、私です。え？ちょっと待って。あ、そうですそうです。難しい。難しい。ちょっとここら辺で切るとやりやすい。難しいやっぱり。全然違うやっぱり。思ったよりは抵抗ある。あります。もっと僕サクッと切れるんかなと思ったら、うん、これここはひわりつく。これで奥まで行って。そうですそうです。で引く。うん。厚さは綺麗な感じ。あ、厚さいい感じですか。ちょっと薄くなってきました。うわぁ、すごい、このスムーズさ。これがやっぱプロの技です、ね。やっと使えるようになってきたんかなと思います、最近。自分がね、いやいや、ちょっと待って、でもこれここがほら、くっつかへんの、そうお尻が、お尻がね、あ、お持ち帰りです。ちなみに、後ろの電車みたいなやつは、これはオーブントースター、焼き菓子するときにここを通ってこう、焼いていくんですね。いや、昔ながらですよね。今はもう全然違うと思うんですけど、こう、別に規模もすごく大きいわけじゃなく、こじんまりしてるから、逆に昔のものを大事に使っていってやっていってる感じですね。これも含めて恥ずかしいけど、オーブンもそうですけど、全部持ちがいいですよね。譲ってません。コミって小石粉が、そう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 、ダメ、いや、いいんですよ。どのぐらいのペースで研いでるか。2週間1回ぐらい、少ない。今でもちょっと動き出してもらって、気に当たった時に、こうちょっと食い込むっていう、その感じ見たら結構歯ついてるなと思って。食い方がうまいかもしれない。ほんまに？嘘や。え、嘘？え、でも確かに切れ味は良かったですね。これでもね、包丁ってどうしてもどっちかにしなってくるんですよ。どうぞ。ちょっと直ったもっと回ったの。お前や、直ってるわ。たまにだから今みたいに直してあげた。これでいいやね。びっくりしました。曲がってるやつ研ぐと、例えばこうなってるの研ぐじゃないですか。こっちがいいんやけど、裏研ぐときに拭いてしまう。小石からこういう感じで、常にこうまっすぐに小石に当たるようにペタッと。ちょっと先見てる。あ、見てや。ってことはこっちをよく研げばいい。そうそうそう、高いところを研ぎ上げたら揃ってくる。いつも愛用してます。ありがとうございます。酒井孝之の貸し切り。正直今この貸し切り包丁って、その機械化、こうやって昔ながらに手で切るっていうその作業っていうのは、まあ減ってきてると思うよ。まあ昔に比べたら売れる数っていうのはすごい減ってきてるんやけど、でもまあこうやってほら、村井聖華さんみたいに困難になるまで、まあ大事に使ってくれてるっていう職人さんもいるわけやから、まあ僕らもしっかりとしたものを包丁作っていかなあかんなっていうのを、まあ改めて感じた今回の取材。今日は村井さん、どうもありがとうございます。お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。なんといっても包丁、使い込まれた包丁入れたっていうのが、ね、味、まあ、これからこの村井聖華さんをどういう風に例えばしていきたいとか、夢というかあれですけど、まあ、自分の思いみたいな。和菓子の良さをね、こう若い人とかにも知るきっかけとかにうちの会社がなって、そこからこう全国のこう和菓子屋さんとかが
いいな、和菓子っていいなと思ってもらえるように今頑張ってます、うん、ね、まあちょっと本当この姫路城、ね、の麓に佇む大聖堂のちっちゃいんですけど村井さんも SNS やってるんで、うん、ぜひあのインスタグラム、村井聖華さんのアカウントとかも見ていただきたい。みちこさんもお疲れ。みちこさんも、あ、みちこさんも戦おう。みちこさんも。なんかあの天守閣が連立式って言って、うん、大天守があって、その横に小天守か、うん、なって、それがこうなんか廊下でつながれてるのかな。なんかそれで連立式っていうみたいで、そうそう。よく知ってますね。勉強してるから。お城チャンネルにならないよね。ねえ、お城チャンネルあくまで包丁チャンネル。そう、あくまで包丁チャンネルから。全国お城巡りになってたらね、そう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 、面白い。もうあやかろう、姫路城。ね。